殺時の典型的な SCP-2218 個体。アイテム番号 SCP-2218。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-2218 個体群は、彼らが事前に確立したコミュニティ領域を囲む 4km 四方の正方形の境界線、2218収容領域と指定、において、22余剰の記録装置を使用することを介して収容します。すべての装置は反時計回りの方向に向け、並んでいる次の記録装置の背面と対抗するようにします。監視の隙間をカバーするために、二次的な記録装置を境界線の角に設置します。どの記録装置も、他の記録装置、当該装置のバックアップも含む、から100メートル以上離してはいけません。財団のメンテナンススタッフが毎日2218収容領域の境界をパトロールし、雑草の成長や使用害物を取り除きます。これらのスタッフはまた、すでに機能していない機器を修理または交換しなければいけません。全スタッフは、2218収容領域の境界に到達した SCP-2218 個体の記録を維持する必要があります。5日ごとに、外周部に到達している SCP-2218 個体は、記録装置の視界を離れた収容領域内部へと運び戻されます。2218収容領域は私有地に指定されており、アクセスは財団職員に限定されます。侵入者は捕獲、尋問します。民間人が領域における財団の活動、もしくは SCP-2218 に関連する異常性質についての知識を有していると判明した場合は、解放前に記憶処理を施します。説明、SCP-2218 は、観察された際に生命を持たないマネキンと化す人物集団です。SCP-2218 に対する観察は人間または自動監視システムによる視覚的、聴覚的情報を指すと定義されています。各個体の一般的な外見はお互いに大きく異なっており、すべての生きている個体は個別に唯一無二の外観となります。成人していない個体は観察時にサイズが拡大する可能性もありますが、外観については同じことが言えます。このため、各個体の識別は非常に容易です。この観察による効果を除くと、SCP-2218 個体は他の異常特性を見せません。ただし、観察されている間の彼らは時間経過を認識できないようです。各個体は、観察されていない場合のみ、同じ体格の人間に近い栄養摂取を必要としています。SCP-2218 個体は、農業が可能な環境下にある孤立した人間コミュニティに典型的な行動に従事しているようです。大部分の個体、およそ 60%、派遣士的な農作業に専念しており、残る 40% は総教職、指導者、専門職に分割されています。回収された文書コミュニケーションは、SCP-2218 個体が使用する主要言語が英語であることを示しています。最も一般的な文書は、通常の SCP-2218 個体と、宗教階級の構成員の間に交わされたものです。この宗教階級は SCP-2218 コミュニティ内で広範な影響力を持っているように思われます。教えられている宗教教義はメソジスト教育と密接に関連しているように思われ、神学、礼拝の儀式、教会学を強く重視しています。コミュニティの歴史的記録は、孤立が1950年代初期に、個体群の異常性質の結果として始まったことを示します。住民の大半は孤立の理由を公示存在の恩恵であると信じているようですが、コミュニティの確立前から生きていると考えられている数名の住民は、財団職員が残した意思疎通目的の文書に応答することを拒否しています。異常特性ゆえに、各個体の捕獲と検査は難しくありません。非侵襲的手段を介した内部検査では無生物マネキンの内部構造が映し出されますが、この内部構造を直接検査した場合は、外観に関わらず、すべての個体の内部が人間と生理的に同一であることが示されます。一旦 SCP-2218 個体から除去された内臓は、本体の異常効果を有さなくなります。ホイイチ。初期収容後、様々な SCP-2218
2218個体と財団の間に対話が確立されました。個体群は当初、収容領域の内部及び周辺での財団の行動を超自然的存在の仕業であると考えていました。最終的には、双方向通信のための手紙箱などの、より信頼性の高い意思疎通の手段が確立されました。財団の配置によって中止移されたデータの大部分は、無生物の形状をとっている際の SCP-2218 個体には適用できません。財団との意思疎通に前向きな個体たちの間には、コミュニティの宗教的指導者が継続的孤立の要因であるという広範な信念が存在しています。大部分の意思疎通の焦点は SCP-2218 の影響の起源についての詳細を見出すことに置かれていますが、SCP-2218 コミュニティの社会政治的環境に関連するものもいくつか、交わされた文書内に含まれています。インシデントレポート2218-130 事案130の発生時、同法によって処刑された SCP-2218-112 配信ノートと読めるメッセージが付随していた。財団スタッフと意思疎通していた SCP-2218 個体たちが開始した社会政治的動乱の失敗以降、財団との意思疎通の大部分は断絶しました。かつて財団と接触していた個体の多くは処刑されるか、あるいは発見することができなくなりました。今後新たな情報がコミュニティから得られそうにないことから、自動衛星による24時間監視を収容プロトコルへ追加する案が、倫理委員会による審査中です。